長野電鉄、長野県長野市、須坂市、中野市、山の内町に路線を持つ地方私鉄です。この鉄道には、かつては非車ロマンスカーと呼ばれる自社発注車も走っていましたが、現在は大手私鉄などからの譲渡車によって運転されています。今回は2005年から走っているとある車両のお話です。長野電鉄は長野駅を起点に鉄道路線を運営していますが、かつては八代線など複数の路線がありましたが、路線の廃止などにより、現在は長野線のみとなっています。長野線は長野市内の一部区間が地下構造となっており、また一部区間は複線となっています。地方私鉄にしては規模が大きく、どちらかといえば関東大手私鉄に近い雰囲気もあります。現在使用されている車両は元営団日比谷線などで使用されていた元営団3000系である長野電鉄3500系、3600系、元小田急ロマンスカー1万形、ファイス、車である長野電鉄1000系、元東急8500系である長野電鉄8500系、元 JR 東日本253系である長野電鉄2100系、5月から営業運転を開始する元日比谷線などで使用されていた営団03系である長野電鉄3000系の6形式5車種で運転されています。今回の主役は、元東急田園都市線、新玉川線、地下鉄半蔵門線などで使用されていた8500系電車です。ところ変わって当時の東京急行電鉄田園都市線の半蔵門線を介した東武鉄道との相互直通運転開始に合わせて、東急8500系電車をすべて新型車両5000系に置き換える計画となりました。このうちすぐには置き換えができないため、後期の車両のみ東武鉄道への直通に暫定的に対応させ、初期の車両は東武鉄道直通対応外、いわゆるサークル系としてしばらくの間運用し、早期に新型車両5000系に置き換える計画でした。残る8500系も数年で全廃する計画でしたが、5000系の登場から18年経つ現在においても8500系は東急で活躍しています。こうして初期の車両にあたる 8601F などの廃車が始まりましたが、東急で廃車となって車両のうち一部の車両が地方鉄道へ譲渡されることとなりました。長野電鉄では元営団3000系である3600系のうち一部の車両が非冷房であり、接客サービス上難がありました。合わせて自社発注車の一部においても置き換えることとなり、東急から3両編成9本入手することとなりました。長野電鉄が東急から車両を購入するのは、東急初代5000系に続く事例となり、また長野県内の私鉄が東急から車両を購入するのは、毎度おなじみのことでした。こうして2005年、東急で廃車となった東急8500系、8601F、8602F が3両編成に短縮されて、長野電鉄へと譲渡されることとなりました。先頭車が電動車であるため、容易に改造ができ、両先頭車の間に付随車を挿入し、引き通し線を通す変更が行われました。極寒地を走るための改造、その他長野電鉄で使用するための小改造が実施されています。形式、外見デザインは変更されておらず、車内もワンマン対応とされて、以外はイメージが東急時代から変わっていません。その他部品取り用となる2両も譲渡されています。2006年には 8603F、8605F が長野電鉄へと譲渡されました。8605F は長野電鉄では T4 編成となっています。このうち一部の車両のみ、東急時代に室内更新工事が実施されています。ここまでが8500系の中で、東武鉄道への直通が行われたかった東急8500系初期車となります。これらの車両は補助電源装置、ブレーキの排気音が異なります。2009年には東武鉄道への直通が行われていた 8624F が廃車となり、長野電鉄へと譲渡されることとなりました。長野電鉄では両先頭車と中間付随車の1両が T5 編成となり、一部の中間電動車を先頭車へと改造した車両と中間付随車1両からなるT6 編成となりました。そのため、東急時代は同じ編成であった車両が、長野電鉄では別々の編成として運用されています。この T5 編成、T6 編成は、東急8500系の中期型にあたり、補助電源装置、ブレーキの排気音が T1、T4 編成とは異なります。
また T6 編成の長野型の車両のみ、長野電鉄8500系での唯一の軽量車となっています。以降も3編成の導入が予定されていましたが、東急側で置き換えが止まったことなどから、これ以降は導入されませんでした。長野電鉄では、湯田中駅の近くに急勾配があり、8500系はブレーキの関係で、この急勾配に対応できず、運用は長野から信州中野までの区間となり、常に運用制限が行われている状況です。長野電鉄の車両では、比較的頻繁に見かける車両です。一部の編成は、ラッピングによる広告電車となることがあります。地方私鉄へ譲渡された東急車の中でも、比較的東急時代のイメージを保っている車両といえます。古き良き、東急といった感じであり、雰囲気も東急らしさが感じられるところが良いところだと思います。長野電鉄には、今回紹介した元東急8500系以外にも、関東大手私鉄などで使用されていた車両が在籍し、車両目当てで訪れるファンも少なくないようです。人口減少により、厳しい環境に置かれている地方私鉄が多いですが、長野電鉄8500系は今後も、地元の利用者、そしてファンから愛され続けてほしいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。当チャンネルでは、長野電鉄の走行新集を公開しています。動画を見て少しでも楽しんでいただけられば幸いです。ご視聴ありがとうございました。